初期めちゃめちゃ最初期初期ですね、はい、電話番号写していいかなこれあファックスオンリー、はいはい、こいつ結構イケてるなっていう、いやこれだいぶ、ね、はい、うん、びっくりしたな。HTJ ワークスのブライトホースオーバードライブですね。ブライトホース、まあこの見た目からして、まあ、クロンの KTR をモチーフにしてるんですけど、まあケンタウロスケース、はい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 、これ最近買ったやつ、そうですね、8月に入ってから発売した、あ発売がもう最近のやつで、はい、かなり本物とは、ま、違いますけど、ケンタウロス系の中ではかなり好きな音がしましたね、はいはいはい、おまあいっぱいあるもんな、これで一応、はい、一応このバッファードと、あ切り替えあれのスイッチがあるんですけど、あれ今切った、はい、これ切ってるとか、はい、入った状態、あこれが入ってますね、多分入ったな、全然違います、ね、きっと、あ結構変わるな、あれこれでも切った音悪すぎひんちょっと、いや、まあ、トゥルーバイパスかもしれないだいぶ違う、はい、まあまあ、まあ、これでも変わるってことだ、ね、はい確かにちょっとあのその音が小さい方はなんか、うん、あまりいい感じではない、うん、で、はい、これで原因、ゲイン、トレブル、ボリューム、はい、十分歪んではいるんですけど、うん、がっつり歪むとこまではいかないって感じがします、ね。した音ね、ああゴリッと感はすごい、
下げても、うん、下げてもいい感じ、いい感じですね。じゃあちょっと、うん、他のケンタウロス系と何個かあるかあれ、はい、でもまあちょっと借りてるやつ、あのコピー系のやつからちょっと行ってみましょうか。じゃあ一回行って、はい、それがまずまあこれ置いとこう、まあ、俺がスタジオ、はい、でそれ多分電池ない、はい、これがこれ何でしたっけ、でボンダイ、あボンダイやエフェクツのシックアスです。シックアス、まあ、これも今やってた、あでも今度はベース、そうですね、ベーストレブルついてます、ね、になってる、はい、でこれがなんかスイッチついてますよね、なんかス、はい、でこれがあれちょっとあれあれちゃう、逆やまあ、ほんまですか、これ、これが逆や、はい、こう、あー、はい、なんかバイパスの音いいですね、これバイパスの音、はい、って感じ。なんかまあ全然言おうとなんですけど、なんかさっきのは結構ゴリッと、うん、さっきの主張がそうだった、マッスルな感じ、はい、まあ、ベースおしゃれな音はこっちっ、まあまあ、うん、はい、まあおしゃれな感じだね、あの、まあ、見た目もあんまゴリッと感がないから、はい、で次 は華やかな感じっていうか、はい、これあこれ言ってるのも、はい、そうか、これが、本家のクロン KTR、 KTR か、これはどうも中見た感じさっき見たよ、だいぶ初期の初期型個体で、ね、でなんかその初期とかとまた工場が違う、工場が違ったり、はい、僕結構最近の弾いたことあるんですけど、はい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 、ちょっと違うな、それはもうめちゃくちゃなんか何ですかね、歪むだけみたいな感じ歪むだけがしたんですよね、あの最近のモデルを弾いた、最近のやつね、僕の感想ではこれはどうかな、これはもう要は初期、はい、でなんかネット見たらまあまあ高いよな、そうですね、プレミアなんか、でもちょっと初期、これの初期と最近で
どんだけか、価格の差があるかはちょっとよく知らないですけど、はい、最近のやつでも結構高いですね。これもあれやね、切り替えあったな。そう、これどっちやろう。今バッファー入ってますね。入ってる。で切ってみる。確かにこれバッファー切ったらあんま良くないよな、はい、やっぱメーカー的にはここにも書いてある通り、もう言い悪いって書いてある。あのそうですね、ベタ入ってる方がいいよと、絶対いいぞって書いてあるってことやな、はい、これ入ってて、はい、まあだからボード組む時にどうしてもバッファー入れたくない時あるから、そうですね、組み合わせによっては多分それでやと思う。で原因トレブルボリュームでいいかと思いますね。これ分からんよなほんまに。だからほんまはこういうことやね、あの文字の方向違うけど、そうですね、これが真ん中やね、始まりがこうだから、この文字に騙されたあかんっていうか、はい、で、ゲイン、ゲイン、トレブル、ボリューム、よりパリッとしてるな、パリッと感が、はい、最近の答えを弾いた時は、はい、もう弱く弾いても、うん、もう強く出すぎてるって感じで反応しないから、反応がなかったんですけど、これは、反応、うん、これ、うん、まあ、そんな不自然な感じはないですね、はい、よりプリプリしてるけど、はい。好きなハイファイさがある感じがしますね、うん、はい、じゃあ次、最後、はい、次これいきましょう。次ちょっととんでもないやつ出てきますね、はい、はいはい、これです、はい、これ一応あの初期、めちゃめちゃ最初期、初期ですね、はい、ファックス、これ電話番号写していいかなこれ。あ、ファックスオンリー、はいはい。これ一回誰か送ってみて、この番号無理な、もう済んでない、済んでないかな、はい、これえさっき中見た90番台ぐらいだね。そうですね、はい、だからめちゃめちゃ綺麗っていうか、はい、あのこれ初め偽物かなと思ったけど、そうですね、なんかちょっと質感が、質感がみんなが知ってるやつとちょっとなんかもっと滲んでない、いつもよく見たことあるやつと違うんですよ、ね、はい。まあ、これでも一応本物のはずです、はい、はい、一応ちょっと待って、このなんか
こういうこれ手書きのこう説明書すごいなこれ。だから名前、まあ、手とかなんかそんなサインとかないんですかね。サイン、あ、その書いた人の名前とかは書いてないですね。まあ本訳はここに載ってたけど、こう当時のこの輸入で買ったやつがこういう、あ、はい、なんかもうケンフィッシャー、これってもうヒューマンギアな、ヒューマンギアなんかな、黄ばんでるかな、はい、しかもちょっとびっくりしたのが安定した 9V アルカリ電池使用してくださいって書いてある、はい、アルカリ指定があった、アルカリでいいんかな、はい、アルカリちょっとない、今ないから、そうですね、ま、今マンガン、マンガン入れてしまってます、はい、いやすごいですね。これをアウト、これ一回のけど、あ、もうついてしまった。これでもどんな感じやろ、俺もあんままだ弾いてないっていうこれやっぱバイパスも、バイパスはなんかこれもなんかちょっと違う、特徴あります、ね、なんかあんまりめちゃめちゃ、うん、あのなんすかね、ブーストしてる感じのバッファーじゃないですね、うんうん、音は特徴あるな結構で、音であ、太くてなんかあったかいですね、なんかあったかみあるけど、はい、そうそう、上の出方も面白いし、そうですね、なんかこもってるわけじゃないですよね、なんかすごいな、だからこれ全部どれかちょっとずつ似てるけど完全に似てるっていうのはなかなかないんかな、ね、はい、やっぱでもこれ弾いたり聴いたりしてもうたら欲しいですねこれは本当のやつが、はい、これだ。だからさっきこれの新しいやつあんま反応ないって言ってたけど、はい、これめっちゃあるよ、まあ、あのなんかもうナチュラル感がすごい、うん、
下げてもいいかじゃあ、はい、もうなんか単純にブースターとしても相当いいですね、うん、まあこれはちょっとまた後でしっかり、はい、そうですね、最後にあの一番初めのやつ、うん、もっぺんだけちょっともっぺんやろうかなと思った、はい、これ、はい、これでも今売ってるやつやもんな。そうですね、あの手に入る絶賛販売中ですからね、はい、どれぐらい違うか、まあでもが、今ねこれちょっと思いついたんですけど、これちょっと今あの肺が立つタイプの電池を入れてるっていうところあるんですよ。電池が電池が違うんですよね。ああ、カデュー。だからちょっとそのおとなしめの電池、まあ太めの電池にしたら変わるかもっていうところある。だから今の段階では結構ミドルがこっち押し出しすごいな、ミドル。そうですね、あの主張がある、うん、主張がすごい、はい、ローミッドあたり、はい、めっちゃちょっとあれエレハモの電池に変えてみようかな、はい、エレハモこれを それ外す、まあ、とりあえずこれがさっきまでケンタウルス、はい、本物に入ってた、そうですね、エレハモを抜き出して刺したという。刺してますね、はい、どんぐらい変わんねやろ。あれこれさっき言ってた、はい、ミドルの主張少なくなった。そうですね、あの硬さがちょっと取れた。だいぶ変わったけど、はい、電池やな。そうですね、あとまあそうですね、僕もあの単体でこれだけで弾いて、ええ、あのいいのどれかなってした場合に、うん、あの他のリファレンスがないから、あの入れてる電池がいいなと思ってたんですけど、うん、比べていくとやっぱりこっちの方がいい、ね、え、何入れてたそれ。あまあダンエレ、あ、ダンエレクトロニクスのやつか、はい、そうですね、はいはいはい、あれ？めちゃめちゃそのさっき言ってたローミッドのなくなったけど、はい、あれ確かにちょっと強すぎるなと思ってた。そうですね、確かに強すぎましたね。強すぎたんがなくなった。あの電圧がちょっと高いんですよ、そのダンエレは。危ないな、はい、これは。これいいんじゃん。こっちの方が良かったです。電池やな。初めにちょっと印象悪いのを電池入れてしまったかもしれない。まあ電池によって変わるということですね。はい。はいはいはい、その売ってんやったら、はい、今このかなりなんか他のやつと比べてもかなりハイレベルな音っていう感じの音になりましたね。はい、電池なんや。ちゃで、もっぺん、ちゃで、こっちこれで電池やってみようかな。もっぺん
これです。いや、あんなに変わると思わなかったな。はい。やっぱなんかこのあれじゃないですか、あのケンタウロスって中で昇圧、あ、なんかするらしいな、してるんですけど、なんかあのアンプの電圧とかでもなんか昇圧するとその違いが増幅されるから、まあまあ、それ差が出るんじゃないですかね。はい、これで、あ、でもまたこれちょっと艶がある、はい、入れてた時の方が音が良かった気がするんですよ。これ中にってこと、はい、まあそれはあるかもしれない、はい、今度ちょっとアルカリ入れてみなかな、ほんまに。そうだって、はい、説明書にアルカリって書いてあるから、はい、まあそうですね、アルカリ入れろって、はい、ただそうですね、今ちょっとでもこいつ結構いけてるなっていう、いやこれだいぶ、はい、うん、びっくりしたな、はい、いいと思う。ほんで今度この中入れたら微妙ですね。中入れて、あ、はい、ここからのエレハモで、はい、かもしれないです、はい、はい、まあ、とりあえずもうちょっと帰ったらエレハモに、うん、はい、ああ、はい、じゃあ終わりますか、はい、ありがとうございます。